Peggy 18.彼らの存在が初めて確認されたのは2010年冬のことだった。ツイステッド、時空を侵食する未知の生命群。合衆国政府は特務機関 CTI 対ツイステッド対策チームを編成、対応に乗り出した。ホワイトハウスは非常事態宣言の発令と同時に最後のカードを切った。オーバーダイブ操作、過去を改変し世界を変えるため CTI にのみ許可された強権的操作。唯一の適合者は記憶を失った一人の女性だった。衆軍と合流後、ビッグオーブ撃滅に当たってもらう。バベルの心臓を見て帰ってきたやつはまだいないってのに。過去を書き換えられるのはアヤだけだからね。オーバーダイブ、心が殺されれば肉体には戻れない。行きます。一瞬でも気を緩めれば死に捕まる。前のスパニッシュハーレムに行ってほしい。ガブリエル。3日前の私の体を貸すからクレイを助けて。世界に置き去りにされた迷子の少女の目だからね。アヤを守ることにしたんだ。ガブリエル、体を借ります。クイーンが目を覚ましたと考えられます。バベルの餌食になるだけだ。行けばアヤを失うことになる。一瞬のミスでロストの恐れがあるぞ。動かないで。伝えに来たの、夢のこと。え、思い出して。お姉ちゃん、誰だって帰りを待ってる奴が一人はいるぜ。お前の帰りは俺が待ってやる。ほっほっ、さよなら、アヤブレア。アセント、世界が変わり始めた。イブ、私の妹。その手を離して。you
イブはまた現れる。赤い霧のバベルで会おう。あなたは